はい、どうも、始まりました。毎度おなじみ、ゆうご .tv でござんす。久しぶりの放送になりました。はい。ってことで、メッセージをくれた長谷川健さん、ありがとうございます。いつもご覧いただきまして、ありがとうございます。そしてコメントで、いいお言葉を頂戴いたしました。感謝します。改善点とかいろいろアドバイスもらったんですが、なかなかね、新しいことをなんか違うことしよっかなとかいろいろ考えてたんですが、思いつきません。はい、なので今まで通りやっていきたいと思います。久しぶりの配信なので番組の趣旨をご説明していきたいと思います。まあ、今までは初めて見る文章をそのまま一発撮り一発読みでそのまま同時にインプットしながらアウトプットして配信している状態だったんですけど、それをちょっと改善して一旦さらーっとその文章を読んで頭の中にちょこっとだけ入れて、で最後に言う自分の言葉もある程度つがもう、ちょこっと片隅に頭に入れといてからやろっかなみたいな感じになりました。やっぱ事前に準備っていうのは必要なのかなと、はい、教えていただきました。久しぶりだから舌が回んないけど、はい、そんでもってこの頭の悪い自分がこのいい言葉を吸収することによって、まあ誰か相手とのコミュニケーションをしてる会話してる時にさらっと相手の心に響くような言葉を提示できるようになりたいなという気持ちと、それとやっぱ自身の向上、未来の自分のためと、まだまだ予定はないですが未来の子孫のためにもこの動画を見て、ああ自分の父親は若い時こんなことをやってたんだ、へえ面白い、こんな顔してたんだみたいなのをずっと残せたらなと、そういう気持ちでやってます。ゆうご .tv 人生に役立つ情報を配信中ということで、本日のお題を早速読んでいきたいと思います。今日は開かない扉があるのではない、鍵が閉まっているだけなのだ、こちらを今から読んでいきます。人生では不可能と思える困難に直面することがあります。行き止まりの先のあるのは分厚い扉、押しても引いても開かない、体当たりしてもピクリともしない、この扉は最初から開かない、絶対無理だ、不可能を感じて諦めそうになりますが、ちょっと待ってください。その扉は本当に開かないでしょうか。開かないと思える扉は鍵がかかっているだけです。鍵がかかっている限り力ずくで開けようとしても難しい。まず鍵がかかっていることに気づいてください。そしてどこかに鍵があると信じてください。どうしても鍵が見つからなくて諦めるならまだ分かりますが、最初から探さないで諦めるのはもったいない。時間の使い方を扉を開ける努力から鍵を見つける努力にシフトしましょう。鍵さえ見つかればあれほど微動だにしなかった扉が簡単に開きます。探せば意外とすぐ見つかるかもしれません。すぐ見つからなくても時間をかけて入念に探せば見つかりやすくなるでしょう。あらゆる方面から鍵になるかもしれない可能性を考えてみてください。その鍵は人かもしれません、情報かもしれません、タイミングかもしれません。これではないかと心当たりがあれば何でも試してみましょう。いざとなれば自分で鍵を作ってしまうという大胆な発想を持ちたい。そのくらいの意気込みを持って必死で鍵を探しましょう。鍵さえ見つかれば閉じていた扉がすぐ開きます。今日の格言、開かない扉があってもすぐ諦めるのではなく鍵を探すことから始める。なるへそね。これあれじゃないですかね、スコトーマ盲点みたいなのと一緒なのかな。盲点、一つしか見えてない、他のものが見えてない状態、なんか騙し絵みたいで、
おばあさんの顔をしているのと見方を変えると少女の顔になっているような、ルビンの壺とか壺に見えるのとなんか違うのに見えるのとか、そう、脳は一つのものにしか記憶することができないんですね。同時に二つを見ることができないみたいな。だからそのスコトーマを外して違う見方をするみたいなね、そういう感じなんじゃないですかね。うん。だからもう一つのことにとらわれないで切り替えて違う方面からその物事を見てみるみたいな感じなんですかね。うん。なんかそんな感じだと思います。はい、今日も勉強になりました。ぜひチャンネル登録とコメントの方もお待ちしております。僕の好きな言葉で尊敬している吉田松陰先生の言葉、教えることはできませんが共に学びましょう。そう、自分はもう教えるとかできるような立場じゃないですけど、共に学んでいけたらなと。コメントとかでいい言葉とか残してくれたり、この言葉おすすめだよとか、こうこの動画いいよみたいな、おすすめの本とかそういうのを書き込んでくれると、このネットを通して色々とコミュニケーションができていくんではないでしょうかね。で、まあ自分的な目標というか夢みたいなのは、そういうこのネット上でつながっている人と直接会ったりとかしてみたいですね。そういうやっぱリアルとネットをうまく融合して楽しく人生を過ごしていきたいですね。はい、ということで今日も勉強になりました。ありがとうございます。ちょっと今いろいろ研修とか行って夜遅かったりするんで配信できない日が多いかもしれませんが、なるべく配信していくよう努力していきたいと思います。それでは今日はこの辺でドロン。